はい、皆さんおはようございます。3月になりました。徐々に暖かくなって、こうやって梅の花もほころんでまいりました。さあ今年は珍しい野菜、変わった野菜、そして育てるのがちょっと難しい野菜、などいろいろチャレンジしてまいります。さあ今日は春に向かって植えていく苗5選ご紹介しましょう。さあまずはこちらですね、ワインドレス、リーフレタスの一種なんですけども、これこの色、これね、皆さんご存知の通りアントシアニンの色素なんです。アントシアニンというのは、まあ、血流を良くする、いわゆるその緑内障を予防したりだとか、まあ、体にいいんです。体をいつまでも若く保っておく、このアントシアニンがたっぷり含まれたワインドレスというリーフレタスを植えていきましょう。春に向けて植えていきます。だいたい40日ぐらい、をめどに、これ栽培していきます。この植え穴を掘って植えてまいりましょう。いつもの通りです。ニュータイプのレッドリーフレタスですね。おっとっとっと、この根っこがいいですね。この根っこを張らせて、葉っぱは少し固めではありますが、まあ、作りやすくて家庭菜園に適しているんではないでしょうか。そして今日植え付けて40日ぐらい経って、重さ150から 200g まで、成長させていきたいところですね。よいしょ。このアントシアニンというのは若さを保つ秘訣であります、ね、あの赤ワインとかに含まれて、ね、赤ワイン飲んでたら老けないとか言いますよね。ずっと綺麗なまま、保ち続けるという、血流を促すという、それが主な働きです。アントシアニンたっぷりです。サラダとかに、向いているのではないでしょうか。これ彩りにもね、赤くていいですよね。よいしょ。はい、ワインドレスレタスです。はい、続きましてこちらキヌサヤエンドウなんですけども、キヌサヤエンドウに、あるあの筋取りの作業、めんどくさいですよね。筋ない、これ筋取り不要のサヤエンドウ、筋がないんですね。そういう新しいタイプの野菜です。すごいですね、技術革新というのは。早速これ植えていきましょう。キヌサヤエンドウというのはサヤが未熟なまま取るわけですね。この、よいしょ、はい、そして種が膨らみ始める前に収穫するという、まあ、いわゆるその何ですか、炒め物とか湯がいてサラダとかにする、まあ、いわゆるキヌサヤエンドウなんですけども、あのキヌサヤエンドウ料理するときにね、大体下ごしらえするときに当たり前のように筋取り、これ常識ですよね。あの面倒くさい作業が、筋がないからいらないんですね。こんな野菜が、ね、開発されていたとは、すごい新しい野菜ですね。成長すると長さ7センチぐらいの、まあ、普通のキヌサヤエンドウになります。どんな感じになるんでしょうね、ちょっと想像もつきませんけども楽しみですね。はい、筋取り不要のサヤエンドウ、筋ない。はい、続きまして、前回の動画で、この、このね、草木灰をつけました、これジャガイモシャドークイーン、外目は黒くて中は紫のシャドークイーン、芽出しをしてようやく芽が出てきましたね。これを植えていきましょう。ジャガイモ深さ5センチぐらい、浅めで結構です。ただこのね、完全に、土、太陽が当たらないように、光が当たらないようにしてやることが重要です。そしてこの芽はデリケートなので、ふわっとね、このどんだけ育っても、このぐらいでもやっぱりちょっとね、ジャガイモの芽というのは折れやすいので、デリケートに慎重にこうやって土をかぶせていく感じです。この愛情を込めて、おっと、愛情を込めて、この紫、これはまあ言うまでもないですね、アントシアニン色素です。皆さんの、血流を、そして、若々しく保つという、そういう効果があるんです。はい、これご覧ください、出てます出てます、じゃがいもの、芽が出ております。これも5センチぐらいの深さですね。また、ね、この芽が大きくなってきたら土寄せの作業とかします。じゃがいもというのは、日に当たらないように、これね、根っこじゃないんですよ、実は茎なんですよね。地下茎という、お芋さんなんですね。これがですね、まあ、シャドークイーンというのはジャガイモとさつまいもと中間ぐらいの柔らかさで、ポテトフライとか、ポテトサラダとか、そんな感じにおすすめです。この色がねいいですよね。はい、これも芽が出ていますね。はい、植えていきましょう。芽が 1,2,3 3つ出ていますね。ですから、
まあ、いずれ芽かきという作業が必要になってきます。そして土寄せという作業がジャガイモには必須です。まあ、お世話はそのくらいですかね。5センチぐらいの深さに置いてポンと、で優しく土をかけてあげるという、じゃがいもシャドークイーン、どんな感じになるでしょう。こんなねサラダにスープに楽しみです。はい、続いてこちらも芽出ております。この草木灰をつけたこちらはノーザンルビー。外は赤紫、そして中はピンクという可愛らしい、ちょっとさつまいもに似たところありますけどもね、ノーザンルビー。これも同じように、まあ、浅めに5センチぐらいの深さでポンと置いて、そして優しく土をかけてあげるという、そういう感じですね。この赤紫色、これもアントシアニンなんですね。お野菜体にいいんですよ。ポテトフライとかサラダにね、これ彩りとして、どんなフライドポテトになるんでしょうね。なかなか、ピンクのフライドポテトなんか見たことないですけども、楽しみです。アントシアニンが含まれている分ね、普通の、ポテトフライよりね、体にいいわけでございますからね。これちょっとね、もうちょっと可愛らしいですけど、ね、もうちょっと暖かくなったらニョキッと出てまいります、ね。これも加熱しても煮崩れしにくい感じのノーザンルビーです。この色も抜けにくい感じだそうですので、どんな感じでしょう。料理のしがいがあるような感じですね。ノーザンルビー楽しいです、これも。はい、こちらキャベツでございます。今から育てるキャベツは春キャベツと言います。ね、春キャベツ植えていきましょう。春から初夏にかけてね、植えるキャベツですね。まあ、キャベツと一緒なんですけども、春に育てるとギュッと凝縮しないわけですね。ふわっとなるわけですね。よいしょ。これも油中の野菜でございます。だいたい2月下旬ぐらい、まあ、今日3月ですけども、3月から、まあ、5月の中旬ぐらいが収穫期ぐらいになるんでしょうかね。気候が温暖な愛知県、千葉県、神奈川県などで、よく生産されている春キャベツです。葉の巻きがね、ふわっとしているわけですね。春キャベツ水分量が多いということですね。だから水分量が多いから、まあ、サラダとか和え物とか生食がおすすめなんですね。こっちも植えていきましょう。春キャベツこんな感じですね。冬に育てるとね、葉の巻きがギュッと硬くなるんですけども、こちらをふわっと柔らかくなるということで、芯まで柔らかいんですよ、ね。キャベツの芯とかね、スープとかだしを取るのにちょうどいい甘さが出てね、これがいいんですよ。キャベツというのも栄養たっぷりです。はい、春キャベツどんな感じにふわっと一挙するんでしょうか、楽しみです。さあ、今ご紹介しました野菜5種類、こちらいずれもホームセンターで、ただいま3月ぐらいに絶賛発売中です。皆さんもチャレンジしてみてください。